それぞれ試合を振り返っていただけますか。まず長崎選手からお願いします。はい、待ちに待ったこの T リーグ、2024-2025 シーズンの開幕で、で木下アビエル神奈川は、パリオリンピックに行った2人でまた美優も含めて3人いるので、すごい心強いチームで、で今日このようにして3対1で勝つことができてすごく嬉しいです。続いて張本選手、試合を振り返ってください。はい、久しぶりに長崎選手とのダブルスで出場させていただいて、本当に最初は緊張したんですけど、1ゲーム目の大事な場面で長崎選手がレシーブエースなどで引っ張ってくださったおかげで、最後まで自分らしくプレーすることができて、そして勝つことができてすごい嬉しいです。おめでとうございます。さあ、そして本日この大観衆の会場でしたが、どうでしょうか長崎選手。はい、会場で練習、公開練習ですかね、公開練習の時に会場に初めて来て、でそれで今日のお客さんの数がすごく多くて、ですごく温かい雰囲気で試合をすることができたので、本当に皆さんの応援の力だったりとか、そういうのが私たちの力の源になって勝つことができました。本当にありがとうございました。張本選手いかがでしょうか。はい、本当にこんなにもたくさんのお客さんの前で試合することができて本当に幸せでしたし、本当に声援が力になって試合することができて本当に心強かったです。ありがとうございました。さあ、この超満員の会場、そして配信で応援してくれる皆様に今シーズンの意気込みを聞かせてください。はい、いつも木下アビエル神奈川を応援してくださるファンの皆様、本当にありがとうございます。前シーズンではレギュラーシーズン1位を獲得して、ファイナルで日本生命レッドエルさんに負けてしまったので、今年こそレギュラーシーズン1位、また王座奪還、優勝できるようにチーム一丸となって頑張ります。引き続き河原の応援よろしくお願いします。張本選手お願いします。はい、今日もたくさんの応援本当にありがとうございました。今日の開幕戦でいいスタートを切れたので、これからもチーム一丸となって一戦一戦頑張っていくので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。長崎選手、張本選手でした。勝利おめでとうございます。